7月末とは思えない暖かい陽気に包まれた快晴の富士スピードウェイで HKS プレミアムデーが開催された。今回で10回目を迎え、4000人を超えるチューニングカーフリークが詰めかけた。コース上ではタイムアタック、最高速と様々な企画が目白押し、全国のトップチューナー、そしてドライバーが休むことなくファンを沸かせた。さらに HKS パーツの展示会や試乗会、レーシングシミュレーター体験なども行われ、富士全域が HKS 一色に染まった。その中でドリフト野郎たちもスペシャルバトルを披露。 D1 アルティメート4 in プレミアムデイ。今回の戦いには HKS ワークス谷口信輝をはじめ4人のドライバーが参加。かつて D1 でも走っていた HKS アルテッツァに乗るのはオリド・マナブ。ドリフトができない。ドリフトができない。ドリフトできない。D1 チャンピオン斉藤大吾はチェイサーではなく35 GTR を持ち込んだ。では V オプト初登場のこのマシンがどんな仕様なのか聞いてみよう。この GTR は、2015年にフォーミュラ D に参戦するために作りました。まあ、肉になってて、エンジンが VR38 で、中身が HKS の 4.3 リッターキットで、タービンが HKS の GT1000 プラスになってます。で、まあ、ミッションは、ホリンジャーのロックスフォックスシーケンシャルでウィンタースってところのクイックチェンジのデフがついてます。足回りはアメリカの、まあ、メーカーでブードゥーっていうところがあるんですけど、そこの足回りを少し加工してつけてます。ナックルも削り出しのナックルなんですけど、まあ、それをベースにまた加工してます。まあ、車重なんですけど、ノーマルは多分1750キロぐらいあると思うんですけど、今現状1250キロ、だいたい500キロぐらい軽くなってて、まあ、軽くしようと思えばまだ軽くできるんですけど、フォーミュラ D の場合タイヤサイズの制限が車重に対してあるんで、まあ、今履きたいタイヤサイズからするとこの重さがちょうどいいかなと思ってます。まあ、今までトヨタの車が多かったんですけど、まあ、今回日産で、GTR で、まあ、いろいろ作りがトヨタとは違うんで、試行錯誤しながらやってるんですけど、まだ実際いろいろ迷いながらやってる途中です。まあ、もともと四駆の設計で、切れ角アップするのがちょっと難しい感じなんで、その辺がすごい苦労してます。基本的にものすごくアンダーが強くて、それをまあパワーでごまかしたり、まあ、小さいコースだったらできるんですけど、やっぱ今回みたいな富士とか大きいコースになるとなかなかそうもいかないんで、もう少し素直に動く車にしないとダメかなと思ってます。それではいよいよバトル開始。今回の新作缶は富士スピードウェイの正回りで 100R からヘアピン立ち上がりまで高速進入からの振り返しが見どころだ。審査席はヘアピンの土手に設置され、 D1 さながら鈴木学が実況を務める。そして今回の審査員はというと、ご存知ドリフトキング土屋圭一。 D1 の発足から長らく審査員長を務めてきたが、マナピーとのコンビは実に7年ぶりとなる。2016最終戦のお台場では V オプトコメンテーターとしてサプライズ登場し会場を沸かせた。はい、写真が撮りたい、カメラマンが。了解。眩しいんだけど。すいません、いつもオールドスタイル。なんすか。ピースの。ピース。俺のピースって。眩しいんだけどすごく。はい、はい、次は。はい、これで。笑顔で。はい、ずっと笑顔だよ。あのさ、あんたはいたけど、みんな撮ってんだよ、周りの人が。はい、よろしいですか。撮った？眩しいんだけど。撮った？はい。さあ、ということで土屋さん、はい、まあ、選ばれし4人、谷口、はい、オリド、斎藤、高橋、はい、僕の心配どっちかっていうとですね、
この折戸学ぶとかなんかやるね、よっぽど、うん、とはいえ相手も谷口を殴ってるですから。谷口はさ、ミスんないじゃん。いや、そんなことないでしょ。 D1 のエキシビジョンの時にお台場で潰しましたよね。やったね。あれ全損です。全損なの、はい、あれ。あれ全損になりまして、この大会のためだけにマシンを作りました、うん、あのフレームから。マジで。はい、マジで作りました。まるで別物のマシンに仕上がっているという86。制作者は実はこの男だった。今回作るきっかけになったのが、前のボディがなんかダメになっちゃったみたいで、まあ、箱替えの依頼がうちに来て、まあ、レギュレーションもないと、好きにやっていいっていうことだったんで、やりたいことを好きにやりました。まあ、一番は軽くしたい、まあ、切っちゃいけない部分、制限があったり、まあ、ストラット周り、これパイプになっちゃってるんですけど、そういうのもまあ禁止だったんで、今まではできなかったです。後ろ回りもいらないなと思うパネルは全部取っちゃってるし、残ってる鉄板も何枚か結構合わさったり、内側も鉄板入ってるんですけど、外側1枚しか残ってないです、この車は。足回りは前の86の時に、まあ、ワイズファブの足回りがついてて、それをそのまま移植して、まあ、ちょっとアライメント変えたぐらいです。軽い上にやっぱりホイールベースも短いし、ダラダラした動きはもうほとんどなくなっちゃってる。あと、またワイズファブハンドルは切れるけど、そのコントロール性がすごくいいかっていうと、やっぱり犠牲してる部分もあるんで、ちょっと運転は難しいと思います。この生まれ変わった86はですね、シェイクダウンで乗った時に、やべえ、これ俺の無理、乗れないっていうぐらい変わってましたね。まあ、とにかく動きがクイックで、そしてトラクションがめちゃくちゃあって、生ぬるい気持ちではドリフトできないんですね。思いっきりバコーンと横向けて、そしてアクセルをゴーンと入れてから、やっと車がコントロールできると。これがあのちょっとドリフトしようかなみたいなぐらいで振ろうとすると全くできません。もちろん今回 A052 というタイヤを使っているので、その辺もそのグリップがすごくある部分の要因ではあるんですが、まあ今この86をでドリフトするのはですね、ものすごい、しんどいです。僕のおもちゃのゲテちゃん、通称ゲテちゃんという180を川端、選手にちょっと作ってもらって、そしてこの86を、斉藤大吾選手に作ってもらって、僕はですね、だからそのこの今ドリフト界の二大巨頭のテイストのね、マシーンを両方唯一知る一人かもしれませんが、川端イズムはどちらかというと、乗りやすいように乗りやすいように癖がなく、まあ、あのどんな状況でも対応できるようにっていう風な広い、コントロール性を持った車なイメージで、片やこの斉藤イズムの方はですね、ポテンシャル命みたいな、とにかくクイックな動きと深いアングルに耐えて、アクセルがすごく踏めてグイグイいくっていう、ポテンシャル優先っていうのが斉藤イズムな感じがします。パッとやって割と乗りやすいのが川端イズム、乗りこなせればすごく武器になるのが斉藤イズムみたいな、そんな感じに思います。すごいいるんですけど本当にお客さんが。暖かいからだよね。ねえ、暖かいからすごい ね、 ね、ありがとうね。いいね。はい、おい、いや呼んでない。え、呼んでない。いやいや、お前紹介しろよ俺を。する必要もない。え、ドリフトやるんだろこれから。呼んでません山田さん。え、呼んでませんよ。いやいや、なんか来てくれって言われたんだけど俺。最近山田さんもドリフトの見る目が結構超えてきて。そりゃそうだよ。俺はな、お前、あのオーストラリアで、土屋さんに鍛えてもらったんだよ、二人で。どうでした。てかさ、お前さ、はい、HKS のイベントに、はい、ライバル会社のクスコのジャンパー着てくる。いや、後ろ向いてもクスコって入ってるよ。ねえ、お前 HKS のイベントで、それ、はい、やばくない、はい、ドリキン、なんだ、そこ突っ込むなよ。心が痛いんだよ俺。そういうところが大事なところです。全く空気読んでないね。空気読めない。さあ、これはおそらく谷口のホテルです。谷口うまいじゃん、ほら、はい、これが新しい
あのこの大会のために新車作った八六、うん、全然うまいじゃん。すごい煙で。おこれがオリドです。これオリドです。いいじゃん、うん、ちょっと手かかりな、うん、つけられんねこれもね。ああ下手だな下手いいですね。てかね、あの、はい、慣れてないからだと思いますね。ああいう動きになっちゃうんだけど、ま、だもちろんもちろん慣れてきて踏み切れるような状況を作れればだいぶ切れ角もあるみたいですから、ね、これうまいじゃん。これ大悟じゃないですか大悟これうわうわただパワーに物を言わせてもうドリフトができないできない。俺も全然できない。グリップしちゃってパワーがないし、後ろが組んじゃって前をウィリーしちゃうし。そこでしょ、うん、俺も全然無理。全然ダメだこれは。参った。ギアが足りない。まずデブっちゃうし、で最初のみんなの前に出てくる前のこの 100R がねめっちゃ食っちゃって、あのケツが出ない。